1> 第1章。許すか許さないかは自分で決められる。自分ではコントロールできない感情にとらわれて他人や自分を責め続けてしまうのはなぜでしょうか。この章ではあなたが許せないと思ってしまう原因をお伝えします。あなたの 許せない診断をしてみようあなたが許せないものは何本書では皆さんの心を縛りつける許せないという負の感情を解きほぐす方法をお伝えしますそのまま聞くよりもご自身の体験を頭の片隅に置きながら今まで許せなかったあのことをどうやって許せばいいのかと聞いた方が より具体的に深く理解できるでしょうそこでまずはストアよりダウンロードできる「図1」の「許せない診断チェックリストで」であなたの負の感情の傾向をチェックしてみてください得点の多いマスがあなたの「許せない」の傾向を示しています次に A から F それぞれの特徴を解説していきます A 過去の他人が許せない当の昔に終わったことなのだけれど過去に他人からされた理不尽な仕打ちがいまだに心に引っかかっていて忘れたいのに忘れられないパターン思い出すたびに怒りや憎しみの感情が湧いてきたり悲しい気持ちになってしまいます今うまくいっていないことの原因を過去に求めている場合も B 現在の他人が許せない一緒に暮らしている家族や勤めている職場の人などから最近されたあるいは現在進行形でされ続けている嫌なことや周囲への思いやりのない言動に腹が立つパターンその人が目の前にいない時でもいつの間にかその人のことばかり考えていたりします C 未来の他人が許せないその人が将来成功したり幸せになったりすることを想像すると腹が立ったり妨害したくなる嫉妬心にとらわれているパターン過去や現在で許せない人がこれから幸せになるのが許せないこともありますが心のどこかで見下していた人が自分よりも上になることが許せないというケースもあります。 D 過去の自分が許せない今更思い返してもどうしようもないのだけれど過去にやらかしてしまい恥をかいたり誰かを傷つけたことあるいはやればよかったのにやらなかったことできなかったことをいまだに悔いているパターン A と同様に今うまくいっていないことの原因を過去に求めている場合も。 E。現在の自分が許せない。仕事の能力、学力、コミュニケーション力など、必要だと思っている能力が自分には足りていない。自分は劣っていると思い込んでいるパターン。顔や体型、持病、心身の障害、家柄などへのコンプレックスも含まれます。他人を許せない自分が許せないというケースも。 f 未来の自分が許せない先行きへの不安感絶望感から悲観的な思いにとらわれたりこのまま生きていても意味がないんじゃないかと思ってしまうパターン本当はやりたいことがあるのだけれどどうせ私はダメだからうまく生きっこないとやりたいことを心の中で自虐的に抑えつけているケースも。 診断結果はいかがだったでしょうか。許せない出来事は過去のことなのか、現在なのか、未来なのか。そして許せない対象は他人なのか、自分なのか。どの項目が多いかがわかると、あなたの許せないの傾向が見えてきます。チェックした項目の中から自分にとって一番重度の許せない出来事をピックアップしてみてください。 一番目が重すぎるなら二番目それでも重すぎるなら三番目でも結構ですそれを許す手段を本書を聞きながら探してみましょうもしかするとチェック中に思い出した許せない出来事が頭の中を占領しこれはどうしても許せない許すのって難しいと思っている人もいるかもしれませんそう思っているとしたら 許しに対していくつかし時効からお伝えする「許し」に至る7つの秘密を理解していただければ思っていたよりも簡単に「許し」にたどり着けるようになるでしょう。さあ勇気を持って次に進んでください。